はい。皆さん、こんにちは。レクセンニコシです。本日は、まあ、皆さんが警察官になりたい、消防官になりたいという、その熱い気持ちをですね、ぜ、ま、ひ、あ、実現していただくために、一体何が必要なのかということを、まあ、本日は1時間無料公開講座としてお話ししていきたいと思います。まあ、タイトルは、ズバリ警察官消防官になろうということですね。それでは、まず、まあ、今回はですね、 そそもそも警察官や消防官になるためには何が必要なのか、まあ、こういうことをまずお話ししていきたいんですけれども、まあ、その際にまあ今回使用していきますのが、えー、こちらになりますね。えー、1つ目の資料といたしまして公務員試験ガイド警察官官消防のの2020年版といいうものがございま,すでまずレックの本校で、まあ、こちらご覧になっている方は、えー、お手元にこちらがあるかどうかまずご確認ください。 それからウェブで見ている方はこちらお手元にないと思うんですけれども今回この必要,必要な場面に関しましてはよく画面の方に拡大して映しますので皆さん画面を注視していただければと思います。こちらの公務員試験ガイド「警察官消防官2020年版」には非常にたくさんの資料筆記のテストから面接論文まで。 まあいろいろな情報が載っておりますので、まあ、ぜひ皆さんレック本校まで足を運んでいただければなというふうに思いますそれからもう一つですね皆さんの夢を実現するためにそれでは最後の方にレックではどのように警察官消防官の勉強から面接まで コースをご用意しているのか、皆さんはアシストするためにどんなことがあの私たちをあのできるのかということをですね、最後にまご紹介したいんですけれども、そちらがこちらのですね、2021年2021年合格目標の警察官消防官のパンフレットになります。こちらもマレックの本校のでご覧になっている方、お手元にあるかご確認いただければと思います。 もちろんこのコースの中身をご紹介する時も、えー、必要なところはウェブ上にして、えー、画面上に映していきますので、まあ、今回これウェブで見てる方は、まあ、じっと画面をまあ注視していただければと思います。えー、それではまあ本日のタイトル「えー、警察官消防官になろう」ということなんですけれども、えー、まずですね、まあ、どんなことがまあ求められていくのかっていうところで、えー、今回はですね、まあ、3つの柱をまあご用意いたしました。 えまずは皆さんご案内だと思いますけれども知力、まあ、こちらが一番最初に皆さんにとってはだって頭が終わりになると思うんですねまずは学科試験ここを突破しないと、まあ、面接に皆さんがどんなにいい人でも、まあ、面接に行くことができないということで、まあ、まずは知力学科試験ということと、まあ、それから、まあ、論文なんかも、えー、書かせられますから、まあ、そういった意味で論理的に説明する力。 消防でも警察でも特に警視庁なんかでは、まあ、消防庁もともとそうなんですけど東京消防庁なんかはもともとそうなんですけれどもやはりしっかりとした論理的な思考力やはり最近はこの学科に結構ひじを置いてるんじゃないかみたいな試験傾向が少しずつ出てるように気がします警察官の方もですね。 やはりいろいろな今現在犯罪というものがさまざまに行動化してきて情報化社会、それからまあサイバーテロまあそういったものに対策を取っていかなきゃいけないわけですからまあ当然に皆さんに求められる力もちょっとこう少し昔よりは違ってきたのかなというところです。それからもちろん消防官としてそれから警察官として働いていくためには,はい2つ目体力も大事ですね。 でこの体力に関しましてはさすがにここはちょっとレックでは皆さんにねはい一日何回腹筋しましょうみたいなことはやらないですけれども、まあ、皆さんしっかりもともと、まあ、体力がおありの方いらっしゃると思いますが体力もちろん大事ですそれから最終的には人間力で、まあ、面接試験というものがあるわけなんですけれどもやはり皆さんは心の中でいつも思っている国民の安全安心を守りたいんだっていう気持ちや それから一人でも多くの命を救んだっていう気持ち、それがうまく表現できるっていうことが非常に面接の時には大事になってきますね。まあ、ストレートにパーンときちんと自分の熱意を伝えられるか、まあこういうことも大事になってきます。えー、当然のことながら、まあ筆記試験に頭が今頭がいっぱいの方も多いと思うんだけれども、警察官になるために消防官になるためには本当にこの三本の柱が揃ってこそ。 まあ初めて、えー、合格内定っていう形になるんだ。でまずはその最初の部分ですね。まあ多くの方がやはりまあ苦労なさっていうところだとも思うんですけれども、えー、知力に関して、えー、どんなことがまあ求められていくのかっていうところなんですね。じゃあ知力ってどんなことって言ったらまああの非常に簡単に言ってしまえば、まあ皆さんが小学校から中学校高校で学んだことがまあ聞かれてくるんだ。それからもう一つは時事なんかで。 社会で起こっていること今何が問題になっているのかこういったことにアンテナを張っておかないとなかなか解けない問題もございます。それから先ほど説明したように論理的な思考力であったり分かりやすく説明する力こういったことが択一の試験それから作文なので聞かれるんだ。特に作文は 書く面接っていうふうにも呼ばれておりますけれども、まあ、非常にお人柄皆さんの,その例えばものすごく優しくてお年寄りにもとても優しい人なんだなっていうのは例えば作文を書くとですね本当にもう,すもう如実に出てくるんですね文章にお人柄が。ですからそういった意味で、えー、論文なんかが担かられているところが大変多いと思います。 えー、それでではは今度はですね、まあ、中学や高校で学んだことというふうに、まあ、今さっき申し上げましたけれども、まあ、皆さんの中でじゃあ中学、高校ばっちり勉強したんで勉強には心配ありませんという方は、まあ、あまりいらっしゃらないのかなとうう思うんですね。まあ、あの別にこれは皆さんを あの否定しているわけではなくて、ま通常誰でもそうではないですか。私自身もそうです。え私自身もずっと部活やっておりましたから、まそんなにこう勉強勉強勉強したっていうよりも、どっちらかというと部活部活部活の生活を送ってきましたから、ま特に警察庁を目指している方もまそういう方が多いのかなというふうに今あの思っております。 そしてですねじゃあ筆記をどうやって突破するのかっていうところがもう皆さんのとにかくまず一番の関心事になるのかなというふうに思うんですね。そのためにじゃあどういう試験でそしてどんなところに注意したらいいのかまずはこういったところをちょっと見ていきたいと思います。そこでですね今映しているこの公務員試験ガイド「警察官消防官2020年版の」のまずはですね 5ページのところにですね、えー、筆記試験の出題例ということで願書にはですね、まあ、結構大雑把な感じで書いてあるんですね。えー、願書には、まあ、どんな科目をあの出題しますよみたいな形で大雑把なことしか書いてないので、えー、ここでですね正確に、まあ、何が、まあ、どのぐらい出題されるのかっていうことを、まあ、順番にちょっとこちらは見ていきたいと思います。 え、まずは警視庁警察官ですね。えー、警視庁警察官の場合には、まあ、五十代、えー、出題数がありまして。結構、これ、出題数が多いです。でそして、えっ、ー、と、特にですね、この24番以降。 24番以降が文書理解と数的処理なんですけれどもだいたいその半分がですね文書理解と数的処理で,で特にその文書理解の中でもこの現代文の,あの出題数が大変多いんですね。でそして傾斜の場合この現代文の,あの難易度っていうのが非常に低いのでここでまあほぼ満点を取って得点源にまずしていきたいというところなんです。 その他にはその下に数的処理というものがこれが先ほどですね中学高校まででやったことだっていうふうに申し上げましたけれども今まであまり見たことがないような問題も含まれるかもしれないです。そういっったちょっと民間企業さんを受ける時に えー、民間企業さんが採用している SPI などの非言語というふうに呼ばれるあの区分があるんですけれども、その数的処理というのは SPI の非言語に少し似てるんですね。SPI って何ですかっていう学生さんは、まあイメージはですね、<laughs> 中学受験の時の算数みたいな感じっていう感じです。それでも何ですかっていう感じになった時には、ちょっと数学とは違うんですね。えー、数学とは違うんですけれども。 あの例えばどんな問題なのかっていうと例えば数的処理の1分野に判断推理の中で対応関係という分野があるんですけれども例えばこれちょっとパッと見た感じどうですかえこれ数学っぽくないいでですすねねという感じですよ、ねえー、10冊の書籍があり日本語4冊英語4冊中国語2冊でハードカバーが4冊ソフトカバーが6冊。 表紙が赤いのが2冊青が3冊白が5冊なんだ以下のことが分かっている時に正しいものはどれですか確実に言えるのはどれですかパズルみたいなな感じなんですね。で、えー、こういったものがですね、まあ、これは判断するの中の一つの対応関係というその、えーまあ、分類になるんですがこういうパズルみたいなものであったりでそのほかにもちょっとまた元の6ページに戻りますけれども。<laughs> 整数とか図形の計量とかそれから下の方の数的数字見ていただければちょっと拡大しますかね。数的推理ってどういうものなのかっていうと比や割合であったり速さとか約数や倍数などこういったものが出題されてきます。でこの中でですね今さっきパズルみたいなのがこっちら判断推理というふうに呼ばれる分野なんですねその対応関係です。 ひや割り合いとか速さとかそんなの本当絶対嫌って思ってた方も多いと思うんだけれどもこれはですね問題ごとに解き方がもう決まってるんですねなのでやはり問題の解き方を一回覚えてしまうと確実にこれ得点源になるんです。なのでそのまずはみんなは今、えー、警察官や消防官になりたいんだっていう強い気持ちが多分おありになると思うんですね。でそうすると例えば中学校まででは えとこんな算数とかね数学やって人生の何のためになるんだとかね何の役に立つんだとか皆さん思ったことあると思うんだけれども今は筆記試験を突破して皆さんの夢を実現するっていう役割っていうかその目的があるので皆さんも筋トレやったようにね筋トレってそんなに楽しいもの、まあ、みんなにとっては楽しい方ももしかしたらいるかもしれないんだけれど。 えーとサッカーや野球やバスケットバレーボールやっていく中で筋トレ自体そそののののももっていいいいうのははんななに楽しいものではないと思いますだけれどもそういうことをしっかりやっていかないときっちりゲームで自分のその成果を出せないっていうことになればみんな頑張ったと思うんですね辛いこともね練習もね。えー、柔道部剣道部の人も辛い練習っていうのはやっぱり試合のところでベストの自分自身を出すためにやってきたと思います。 こういう一個一個の問題をきっちり解け方を暗記していくのは、まあ、ある意味その筋トレに似てるんですね。 もう有無を言わさずやっぱりやらないと本番で成果が出ないっていうところなので,なので大会系の人はそのような形で割り切って割り切ってというかあのもともとそういうことをずっと訓練でなさってきたんだからきっとできると思いますよ。ということでまあこういったところがですねなんでそんな力説してるのかっていうとつまずきがちなんだけれども出題数がまあどこ警視,庁警視庁警察官以外も出題数が大変多いんです。 やっぱり警察官や消防官になろうという時に、えー、この数的処理なしに、えー、合格というのはちょっと難しいかなでただ数的処理というものがやはりあの今までそんなに得意だったという方はばかりではない,んだけれどもないと思うんだけれどもいやここは把握しばって根性は見せやーみたいな感じのところですからねなんでここはもうしっかり勉強の中心に置いてい,ていただきたいなというところです。 じゃあその他にはっていったところでは他にもいろいろな科目があるんですけれども、えー、いわゆる公民政治経済と呼ばれていた分野の、まあ、社会科学になります社会科学も多いですね。法律やや政治や経済に関して、 えー、まあ大体私の感じだと法律系はみんな得意な法律政治までは得意なんだけれども経済がちょっとすごく大嫌いという方が大変多いように思いますなのでまずは社会科学の中でも、えー、法律や政治のところで、まあ、確実にまあ得点をしていくっていうふうに思ってください赤いところ頑張ろうという感じですね。 水色で経済しているのはまあ、正直、本当にそんなに難しくないので、日銀の役割やってたら一問取れるんだったら絶対やっといた方がいいという感じです。で、時事ジの先生には申し訳ないんだけど、決勝時ってめちゃくちゃ細かいんですね。なんでここは得点を取れる取れないという形でカウントしない方がいいです。当日できたらラッキーぐらいにちょっと。もちろん時事の勉強はしていただくんだけれども。大変細かいことが多いので。 ここはあの自分自身の計画あの勉強の計画を立てる時に特、えー、点が取れる取れないという形で入れない方がいいです入れない方がいいですでその他に日本史や世界史や地理や国語それから物理科学生物地学が出てくるんですけれども警視、えー、の特徴は自然科学がちょっと少ないんですねでその割に人文科学が大変結構多いんだでここもですね なんでそんな変な問題出すんだろうっていうところが多,きあの多々ありますただ例えば今ここでですね日本史世界一で国語の中で全部で12345678910もあるんだけれどもだいたい4問ぐらいはめちゃくちゃ簡単なんですね。で 2, 3問ぐらいめちゃくちゃ誰も解けないじゃんみたいな変粛な問題が出て。 でその4問ぐらいの簡単な問題を確実に取るために広く浅く勉強していくっていうことが大事になるかなっていうふうに思います。えつまり公務員試験警察官官消防官になろうという時には、えー、科目数が大変多いのでメリハリをつけていくっていうことが大事になります。 なのでまずは一番最初に勉強の中で重点を置くべきはこの数的処理。まあ、これは全員一緒です。消防官も警察官も警視庁だろうが県警だろうがみんな一緒なんですね。それから現代文を特典弦にしようというところもみんな一緒ですで。そしてですね、現代文は過去もこう解きながら ちょっと解き方のコツなんかを理解していただいてそんなに勉強時間かかるところかけたりか,けかかるところではないのでその次にやはり勉強時間としてあの皆さん力を注いでいただきたいのが社会科学のところになるんですねですからまず全員ポイントは数的処理と社会科学をきっちりやっていって現代文をしっかり得点源にしましょうというところが、まあ、全員の共通事項です。 そしてじゃあここからが警察や消防で少しずつちょっと違ってくるんですけれども、えー、警視庁の場合はこの人文科学の部分が非常にへんちな問題が出ることがあるので、えー、ここはですね広く浅くく浅簡単な問題を確実に取ってくださいでそして皆さんの状況によってちょっと合格ラインが変わってくるんですけれども、えー、何も台とかがない方。 はははやはり6割最近は決勝も取った方がよろしいですなので、えー、やっぱり25は超えたいですね。20割,5割じゃないかってみんな思ったと思うんだけれど25は絶対に超えてください。25点ということです、えー、皆さんの中にもしかしたらえー、それだけでいいんですかっていうふうに思った方がいたかもしれないんだけれども25点を超えれば点を超えれば 大体いい皆さんあの一時はでできているかなっていう感じですだから5割超えが必須で、ね、6割を目指していただきたいっていう感じですね。で中にはですね柔道剣道で例えば剣道4段持ってる方なんかは、まあ、場合によってはもっともっともっとずっとこの半分ぐらいで一次突破した先輩なんかをごあの知ってる方いらっしゃると思うんだけれども。 あの本当に倍率とかそれからその時々の問題の難易度によって非常に変わりますからねので例えばネット上では1桁台で受かった人がいるとかねそういうこともこうネット上で皆さん検索すると出てくると思うんだけれどそれが自分に当てはまるとは絶対に思わないでください。 あの何らかのいな事情があると思います体格がめちゃくちゃ良いとかねで実は剣道四段とか柔道であの黒帯でものすごいあの国体出てたんだとかねいろいろ加算がありますからあの運動加算もとかもあるので、えー、そういった意味で1桁台で1例を突破したみたいなそういうあの点数がネットに流れてますけれども一般的に私が見ている限りでは25点は絶対に取っていただきたいです。 ということで、えー、その25点を取るためにどこで何点を取っていくのかっていう戦略を立てたいんですけれど、まあ、そこで、えー、現代文は満点取りたいねとか時事では何点取れるっていうカウントの中に入れない方がいいよとかそういう話をしてます。で人文科学ではだいたい4台ぐらいを取れるように広く浅くやっていこうとでそれ以外25台を正当す,するために、まあ、社会科学であったり数的処理であったり。 まあこういうところで点数を伸ばしていくんだ。じゃあ今全く取り上げてないところが二カ所ありますよね。全く取り上げていないのはどこかっていうと、えー、自然科学とそれから英語の部分です。ここはちょっと人によるかなという感じですかね。えー、つまり捨てても受かりますよと、二十五点取れば基本的には HG が突破できるということになりますから、えっ、ー、とただ題がない人はやっぱり六七八ちょっと積み重ねていってくださいね。 柔道剣道の台がない方は積み重ねた方がいいです。で、ただ、それでも満点を取ることは必要ないですから。自然科学や英語なんかはまあ正直、えー、まあ捨てても受かるのかなっていうのが継承試験になっています。その代わり人文全部捨てるって言うのは大抵の場合、これ25点に満たなくなりますよ。 よくですねやっぱりこれもネット上でね「数的と社会科学やってればいいんだよ」みたいな先輩たちの声がいっぱい出てるかと思うんですけれどじゃあそういう先輩たちがあの数的と社会科学やってねここ全部解けなかったかって言ったらそうじゃないと思うんです。えー、そういう日本史や世界史や地理や国語なんかは本当にそれこそずっと小学校中学校、まあ、小学校では日本史しかやらないんですけど 中学高校と授業でやってきたはずなのでそうするとあこれは覚えてたなみたいなことで意外とこういうところでも得点してると思うんですね。 なのであのやっぱりですねネット上の情報でこれとこれだけやればいいんだとか何点でも受かるんだみたいなものはいい方に自分にとって楽ないうに解釈しないということは、えー、ちょっと頭に置かれておくとよろしいですそれから、県警の場合もほぼ一緒なんですけれども研究、えー、の場合はですね研修とちょっと何が違うのかというと社会科学のところの出題数が比較的多いんですね。 それから人文科学は継承よりも少しだけ少なくなって国語なんかが出なくなるんですしかしながら今この人文科学にこの県験の場合赤にしたのは県験の問題はですね継承と違ってとっても良質な問題が出題されます。良質な問題というのは何かっていうときちんと基礎的なことを学んでいれば覚えていれば必ず解けるというまあ、簡単に言うとあのまあ、簡単な問題なんですねちょっと変な日本語になっちゃいましたけれど 慶長の方はですね、難易度の差がものすごく激しくて、馬鹿にするのかみたいな簡単な問題もあれば、いやこんなの日本史受験、大学受験の時に日本史や世界史を使った人だってきっと答えられなかったなみたいなちょっと変な問題が出たりするんですね。そういった意味で問題の難易度のその質があまりよろしくなくてばらつきがあるんです。なのでこうここにあんまりこ注力をするのではなくて。 まあ広く浅く基本的なことをやってまあ、当日は簡単な問題を4問ぐらい取ろうっていう感じでやればいいんだけれど県警の人はですねここやればやるほど得点率が確実に上がるんですねなんで暗記が得意な方はぜひ頑張っていただきたいなと思います中には理系の方が得意な方もいると思うんだけれども理系が得意な方もやはり生物や科学などは 暗記系の分野はそんなに難しくございませんからやっていくととても何ですかね得点が上がっていきますよ。それから英文が多くて現代文が少ないというのがちょっと嫌ですね。でも現代文はやっぱりあのどこを受けるにしてもここはやっぱり得点源にしたいです。でそして数的処理のところがやっぱり継承と同じように、まあ、出題数が多いですから、まあ、ここをやっぱり勉強のメインとしながら暗記系の科目が比較的多いので 空き、えー、系の科目が得意な人はかなり点数が伸びやすくなるっていうそういう認識をお持ちになっておくとよろしいですで。その代わりやっぱりスパーンと捨てるとものすごいもったいないですからね、まあ、広く浅く基本的なことをまんべんなくやっていくっていうのが、えー、とても大事になります。そして消防なんですけれども消防、えー、の場合はですねこちらが7ページですね。 東京消防庁だけちょっと変わってるので、えー、東京消防庁の場合は、まあ、非常にちょっと注意が必要になると思います、えー。なぜかというと、東京消防庁の場合はですね、まず現代文の用紙把握が非常に簡単で出題数が多いので、まあ、警視と同じように、まあ、ここは全問正解を狙っていきましょう。例えばですね、あのまあ、消防庁の場合、用紙把握、この文章で一番、何でしょう。 あの言いたいことはどれですかっていう問題なんだけれども、やっぱり苦手な方はであったらいらっしゃるんですね。でその時にですね、あの全部が全部じゃないんですけれども、大抵こう評論文っていうのは最後に結論として自分の意見がこう最後集約されてくるというところがあるんですね。なのでそのその文章の中の一番最後の部分が正解になっていることが大変多いんです。もうそれだけでも得点権が上がりますよね。 えつまり予備校に通っていただいたり、まあ、今こうやってその上を見ていただいたりするアクセスしていただいてるっていうのはやっぱり警察消防のその試験についても情報力の情報力ってとても大事なんだなっていうことをあのご理解していただきたいんです。で、まあ、それが予備校を使っていくメリットにもなるんだな例えばさっきですね警察やその消防のとあ警察官のところでね えー、基礎的なことを基本的なことを広く浅くやっていくんですよというふうに申し上げたけれども何が基本なのかって言ったらば学問的な基本ではなくてかつてその警察の本試験で警視庁でも県警でもたびたび出題されてるところが当然基本の重要事項になるんだ。 そういうところをきちんとこうやっていきながら、政、え、党、ー、確率を上げていく、それこそが <coughs> 予備校を活用していただく、まあ、メリットになるというふうにお考えいただければと思います。じゃあもうちょっと投書に戻りますけれども、投、え、書、ー、の場合はその現代文用紙把握が非常に簡単なので、これはもう全文正解得点源にしましょう。それから英文に関しましては、かつては長文が出てたんですけれど、ほとんどの方が多分解いてなかったと思うんですね。 なので、こ,このもともとただ私から言わせるとですね、消防庁の人、それ間違ってるよと私は言いたいです。なぜならば文法とかの方がより難しいんですね、あの英語って。 長文読解の方が何とかこうたどたどしくも読んでこう合ってるか合ってないかっていうのがこうなんとなくわかるっていうのはあるんだけれども文法問題にしたことで余計難しくなってると思います。東京消防庁の方は多分簡単にしたつもりなんだけれどもいや簡単になってません。私はもう消防庁の方見てたらちょっと声を大にしていたいです。なんでこの英語のところはちょっと切っていただいて捨てていいかなっていうふうに思います。 でその後数的処理がドドーンとこうありまして、えー、この数的処理とそれから <coughs> 東証の場合東京消防庁の場合一番注意しなきゃいけないのが一番下のところ数学から生物までちょっと拡大していきますけれど数的処理がかなり出題数ありますねこれだけ出題数がありますそれから自然科学がこれだけ出題数ありますえつまり理系の出題数が他の試験に比べて大変多いんですね。 でそうなってくると東京消防庁の場合はもう6割は絶対です警あの。警察のようにはいかない消防は6割は絶対です6割を超えないと話にならないという感じなんですね見てるとでさらに例えば横浜消防なんかだと6割ギリギリだとちょっと話にならないというふうにちょっと漏れ聞いておりますという形でやっぱり目指すは7割近くを目指していかないと厳しいんだ。 警察署と割合が違ってくるんですねでそして東京消防庁の場合は、えー、この自然科学を捨ててしまうとどうやったって6割いかないんです今まで見ていると。なのでやっぱりこの自然科学の攻略っていうものが非常に大事になってきます。 したがいまして東京消防庁の場合には、まあ、現代文はここはもう、えー、しっかり得点源にしていただけれども数的処理はもちろんのこと、えー、ちょっと先ほどと警察と違ってこの自然科学が当初の場合には <coughs> 勉強の優先順位としては2番になるんですね。 そして、えー、他の、えー、東京消防が第一志望っていう人は、まあ、あまり他のところを考えてない方も多いんですけれどもいや他と併願も絶対これは就活なので他と併願もしてくださいということであちょっとごめんなさいきゅっと言っちゃいましたけどここまでですやっぱり社会事情は投資用もちょっと細かいので、えー、社会科学の部分ですねここが3番で東京消防が第一志望の人は正直人文科学は捨ててもよろしいかなという感じです。 1>, 1台1台1台,1台,1台3台しか出題されませんしあの世界史なんかはえそれ世界史ですかみたいな感じの分野が出たりするのでここは捨てていいのかなただ国語は意外と取りやすいのでやっぱり一点二点の積み重ねが最後ものを言いますから国語は、まあ、警視庁の方もそうなんですけれどもやられておいた方がよろしいです。やっっぱり6割が必須なんだだととといいいうことをちょっと頭に入れといてくださいね 消防の場合ちょっと難しいんですけれども東京消防庁は自然科学がこれだけ多いんですがじゃあ自治体の消防を受けようという時にはどうなるのかとと、まあ、っていうと A 日程の例えば横浜消防なんかですと、まあ、これは県警とも同じなんですけれども特に A 日程の場合ではこの社会科学の出題数が特に横浜ですねめちゃくちゃ多くなっていきます。でそして、えー、現代分野数的処理、まあ、ここは県警と同じような形で 数的処理と現代文そして社会科学をしっかりやっていこうとそれから自然科学や人文科学のところでは先ほど警視庁のところで申し上げたように自治体消防の問題ももとても良質ななんででですすねややればやっただけもう確実に得点できますここはそれはその県警と同じなんだけれどもただ全体の割合からいって横浜消防の場合はここほとんど出ないので。 特に横浜消防を受ける人はここを捨てて他に力を注力した方がよろしいです。え特に横浜消防が第一志望の人は社会事情なんかにしっかり重点を置くべきですね。えそれからま B 日程 C 日程の場合は県警とあまり変わりません。 ここは本当に市役所の消防を目指しているまた今最近は広域連合がだいぶあの増えてきましたので広域連合の消防を目指している方も文書理解と数的処理とそれから社会科学の取材数が多いので社会科学をきっちりやっていきましょうっていう感じですかね。でしつこいですけど県警実際消防はほぼ傾向が一緒なので人文科学や自然科学の問題も非常に良質でさ。 あのやったらやっただけ得点が伸びるなので覚える甲斐があるっていう問題がたくさん出てきますで。その中で例えばですね、この2019年は世界史だったら第一次世界大戦と宗教改革とかね、まあこういう形で絶対にこれは出るからって言ったようなところがやっぱりキチ出てますねっていう感じです。なのでやはり予備校を使っていただくメリットっていうのはまあそうは言ってもその科目数が多いですよね。 科目数が多い中でですね皆さんがどうやって勉強していくのかって言ったらば私たちが本当にこう20年間レックの中でいろんなところから過去問を集めてですね分析をしてきてそしてこの科目だったらここが品質っていうところを私たちは情報として持っています。それをでですね講義の中では皆さんに ここをやっておくんだよここを覚えるんだよっていうことをご提示してそして皆さんが最短でですね合格っていうその引き突破っていうところにあそこの出口光を目指して走れみたいな形で、まあ、最短距離をご提示してるんだ、まあ、それが私たち予備校の役割なんだっていうふうに考えておりますなのでやはり知識系であっても数的処理も同じですね やはりよく出る問題とあまり出ない範囲というのが当然ありますからそこで,です、ね、何の情報もない中で手探りで過去問集をやっていてもやはりななななかかか合格とといいいいうところが突破できないんじゃないかと思います効率的に勉強するというのはどういうことかというと、まあ、出るところというものをしっかり把握して集中的にそこを勉強していくんだ。 ただこれは一言ちょっと申し上げておきますけれどもじゃあ出るとこ教えて,てくれっていうふうにおっしゃる方が時々いらっしゃるんですが出るとこが分かったら私たちはもう本当に苦労しませんただ今までの過去問の傾向からこことこことここはやっておくべきっていうところを私たちはご提示していますでそしてその量というのはそこそこの量が当然ありますこれぐらいで合格できるかってちょっと厳しいかなただ本当にその、 やみくもに勉強するよりはぎゅーっとと絞っていくことができておりますよですから皆さんのイメージ的にはそんなに簡単にはいかないけれども自分で手探りでやるよりはかなり効率がいいんだ、まあ、そういうイメージをお持ちになっていただければあの今回お話しした甲斐があるのかなというふうに思っております。 えー、そして、えー、そのほかにもですね、まあ、作文であったり面接なんかはやっぱり1人ではなかなかか難しいのかなといいう,うに思いますあの、OB、の帯方のお話って警察のね帯の方のお話ってたくさんもしかしたら聞く機会なんかがあるかもしれないですけれどもあの何て言うんですかねポイントをしっかり皆さんが理解できるかって言ったらば。 あの先輩たちはこう皆さんに親切にこうしたらやしたらいいというふうにおっしゃっていただけると思うんだけれども実際模擬面接をしたりする機会というのはなかなかないんじゃないかなというふうに思います。ということでやはり論文からもう論文とても大事ですそれから適正もちょっと大事ですけれども適正それから体力試験はもちろんのことなんですけれども面接特に一時の筆記を突破したあとはあとは面接で皆さんに警察官としての適性があるのか。 また、消防官としての適性があるのか、まあ、そういったところを見ていくわけですから、えー、そういったところでもうどういう人たちが求められていて、何が大事なのかということも、たびたびになりますけれども、情報なんですね。えー、なので、えー、そういったことをどんどん積極的に取りに来ていただきたいなというふうに思います。えー、それでは、えーまあ、倍率はあまり皆さん気になさらなくてもよろしいけれども、えー、特にまあ今年はですね、 試験がちょっと不透明になっておる段階なんですねですからまあ、オリンピックがパラリンピックが伸びたということでまた皆さんが受けるときにも試験の認定が少しあの変速になるような気もしますということでやはり今までよりもまあ、倍率は高くなるんじゃないかまあ、そういうふうに思っていただいた方がよろしいと思いますでその中で皆さんはいち早くスタートを切ってぜひです、ね、その熱い思いを実現していただきたいというふうに思うんです それではじゃあ具体的にですねどんなことをレックでは講座としてご提供しているのかということですね。今度はこちらでちょっと説明をさせていただきますね。パンフレットの2021年語学目標の警察官、消防官のこちらのパンフレットになります。 えまずは表紙のところにですね、まあ、過去問と連動した基本テキスト「えー、頼れる担任講師」「マンツーマンの面接指導」え「ー、動画ダウンロードでスマホ学習」って書いてありますけれどもまずは一つ一つちょっと説明していきたいと思いますね。えー、まずテキストとそれから「テキストとそれから解きまくり」という過去問集があるんですけれども。 えー、教養科目のテキストは、まあ、K マスターというものがまあ基準になっておりますでこの「K マスター」に関しましては、えー、本当にですねほあの分かりやすく図なんかもこのように入っておりまして「解、え、き、ー、まくり」という過去問集があるんですがここの何番これ同じような例題がねまず基本テキストで勉強した後同じような過去問がどんぐらいありますかっていうことがここに解こきまくりの番号が知らされているんです。 で従って実際にこの K マスターで勉強した後に同じような問題を過去問としてま解いていくっていう形でいつもいつも過去問と連動した形でまお勉強ができるんですねで。それからやはり予備校の中でも他社さんと違うのは、えー、こっちの11ページのところにちょっと書かせていただきましたけれども警察官演習講座消防官演習講座っていうことで 警察官独自の、消防官独自のテキスト、えこちらもご用意しております。さらにはですね、えー、やはり先ほど申し上げましたけれども、皆さんにとって、まあ、非常にその大変な、大変だと思う、まあ、数的処理について、まあ、どうやって攻略していただいたらいいんだろうかということを私たちもこう考えました。やはりですね、 えー、一から、こう、順を追って、皆さん順番に進んでいくのが一番いいのかなっていうふうに思うんですね。で、特に他社さんと、ただ、他の予備校さんと違うところは。まあ、レックでしたら、自分のレベルに合わせて、まあ、スタートが切れるっていうところが。本当に大きなところだと思います。これはですね、とても大きいですよ。えー、いろんな、その、皆さんがね、それまで、今までの。得意不得意というのが、終わりになると思うんです。 でもレックなら皆さんのレベルに合わせてスタートが切れるこれは皆さんにとって朗報じゃないですか。えー、そしてどんな順番でやっていくのかというところなんですけれども、えー、数的入門がまあコースに入ってるということで数的入門って何って皆さん思ったと思うんだけれど。 ちちょっとこちら見てくださいね警察官合格コースの方をパンフレットの6ページを写しておりますがお手元にある方はパンフレット6ページになりますこのパンフレットの6ページちょっと写してるんですけれども消防官の方もこれは同じというふうに思ってくださいまずはですね一番最初に公務員試験の基礎の基礎というものがあります。 でこの公務員試験の基礎の基礎っていうもので数的の入門をやるんですねえつまり数的処理っていうものを最初から解いていくっていうことがなかなかあの難しいと思いますのでまずは中学や高校であったあの数的を解くために必要な算数数学の基礎をえこの数的入門のところでまあやっていきます。そそして、のの次にです、ね、警察官・官消防官の基礎ということで、 基礎数的処理というものが13回ございます。そしてその上で先ほど申し上げた「K マスターテキスト」と「解きまくり」という過去文集というものを使ってさらに高度なことをやっていくという感じになるんですね。通常の予備校は通常の予備校さんはこっからスタートです。よろしいですかいわゆる警察官官や消防官ではなくて 国家公務員とか県庁などを目指す人と同じような教材とコースを使っているところが大半ですレックの場合はそれだとなかなかやはり警察官の数的処理っていうのはそこまで難しくないのでまたは、えー、そのいきなり数的処理の直接入る前に入門から入ってそれから基礎数的処理というものをじっくりやって そして数的処理本格的に勉強していきましょうということでこのワン・ツー・スリーのステップを取ってるんですねで特に県警や警視庁の場合はこちらの基礎数的処理をしっかりやっていけばかなり数的処理で得点がるはずですと、えー、取れるはずです、えー、ということでこのステップポイント1って書いてありますけれどもこれ非常に大事ですねでそれから、まあ、実際その K マスターと解きまくりっていう あの教材を使ってやっていくのはこの教養マスターのコースなんだけれどもその時もですねまずテキストをやった後に数的処理のプラクティスっていう練習問題がついていましてこのプラクティスっていうのは先ほどちょっとお見せしたですね今は10ページテキストパンフレットの10ページ写してるんですけれども「K マスターテキストで奇跡を勉強しました」。 でそこからすぐに過去問を解くのはなかなか難しいことが多いのでこの K マスターテキストをやった後にえ今度はプラクティスで似たような問題をレッスンしそして過去問に入りましょうという形でさらにここも段階を踏んでいわゆるスモールス,ステップで少しずつ少しずつ数的が解けるような、まあ、そういうカルキュラムになっております。 でさらに先ほど申し上げましたのが、えー、右ページのところですね。この青色になってる部分、青っていうんですかね、青くなってる部分が警察官独自のコースにな、警察官独自の講座になっております。だってまずは警察官演習ということで、ここもですね、ちょっと頭をひねりました。どういうふうに頭をひねったのかっていうと、えー、皆さんですね、科目ごとにそれぞれ勉強一生懸命やっていただくんですけれど。 トータルになった時になかなかその時間配分とか何ですかねあの同じ科目ばっかりやっていて全体バランスを見失っていたりすることがあるんですね。なのでここでは警察科演習として総合演習ハーフっていうものをご用意しました4回。えー、これはどういうものかっていうと一般的な先ほど見たね、えー、本試験の半分の出題数で科目がまんべんなくこう入ってるようなものになるんです。 でえー、これはですね何のためにここに入ってるのかっていうと一つ一つの科目をやってるんだけれども全体のバランスであったり自分がどこで得点をしていったらいいのかっていうことを、まあ、要所要所で確認していただいたり時間配分の練習をしたりとかそういうことを早いうちからやっていただきたいので、えー、総合演習ハーフっていうものをご用意してるんですね。それから総合演習フルっていうのは 本試試験と同じ問問題題数を模でで、ももではなない形形練習問題のような形でご用意していますで。これもやっぱり時間を計ってですね時間内にどれくらいできるのかっていうのを模試の前にちょっとやっていただきたいんですね。あの科目一個,一個一個の科目でもやっていく中で全体を見ていただきたいということでハーフやフルっていう練習問題を警察官の場合には入れてます。 それから消防官、警察官ともに、えー、警察官の論文特訓講座というものを、えー、警察官、消防官独自にエレックの場合はご用意しています。えー、合格答案、論作文書けますかというのが、えー、私から皆さんへの問いになるんですけれども作文は本当に大事ですね。でも何をどう書くのかということがもうほぼ決まっているというふうに思っていただいてよろしいです。 で全くやはりここがまあ独学でやられている方は「いや全然違いますそういうこと書くんじゃないです!」という方がまあ時々いらっしゃいますね。でやはりこれもですね市役所の事務をやろうという人や県庁で働きたいという人や国家公務員になりたいという人とは違うんですねもうタイトルや書き方が。ということで、まあ、レックなら警察官消防官それぞれに論作文特訓というものがございまして。 この課題に対してはどう書くのかっていうことをきっちり勉強していただいて、そして合格答案を書けるようにしていく。それぞれ警察官は警察官で、もうここも別々です。もうやっぱり消防と警察は仕事内容が違うんだから、警察官や消防官の論作文っていうのは、その仕事を踏まえて書かなきゃいけないので、当然別です、論作文講座は。なので、警察官は警察官の、消防官は消防官の、 え、それではその論作文講座というものを、まあ独自に、まあご用意しているんだ。え、そして、まあ今申し上げたように、まあ大体書くことはもう決まってるんだ。え、それをきちんと皆さんに書いていただく、再現していただくっていうことが必要になりますから。こういう講座もぜひ、ご利用いただきたいなというふうに思います。それから、その他には面接もそうですね、消防面接、あの消防警察ともに。やはりそれぞれ、あの必ず聞かれる質問とか、それから。 例えば警察官の場合わそわ動いたらもう絶対合格できないんですけれどもそうする何かこういわゆるそのポイントとかがこういくつかあるわけなんですねだから警察官は警察官でそれから市役所は市役所でわそわ動いたら大抵の場合うまくいかないんですけれどもちょっとぐらい動いても別に市役所の面接って別に構わないんですねだけど警察の場合はやっぱり微動だにしないっていうことがやっぱり必要になってきますから、まあ、そういう圧迫されてもね そういったところでやっぱりあの警察官独自の面接対策必要ですし消防官はそこまで圧迫ではないんだけれどもあのいろいろなやっぱりなんですかね独自の質問みたいなものにどうやって答えていくのか態度も含めてやっぱりやっていくでこの面接、えー、面接対策講座は警察官消防官それぞれ別なんですけれどこの1回というのは2.5時間の座学になります。 それぞれここにね、何回何回って書いてあるのは、1回につき2.5時間ですで。その1回につき2.5時間が、えー、基本30分ごとの5ユニットに分かれていて、大変こう細ぎ、細切れというか、短く短くね、あの、隙間時間に、えー、講義を進めていただけるようになっています。でそれから、警察官の時事対策ということで、ここもですね、他のものとはちょっと変えてます。 でそして、えー、特にもうこれは絶対おすすめというのが時事ナビというふうに私たちが呼んでるんですけれどよく時事対策はですねあの、まあ、日頃からニュースを見ましょうなんていう,ふうに言われることもあるんですがもう私に言わせるとですね日頃からニュースを見てても時事の問題ってなかななかか解けないです、えー、時事の問題が出てきた時にはああこれあのなんとなくニュースで読んだことがあるな。 で選択肢見てみても、うん、なんかみんな正しい気がするっていう形でなかなかこう選択肢があの切れていかないんですねバツンっていうことでね。でやはりこの時事ナビで毎週あのスマホにえ最新時事をこうお届けしてるんだけれどもじゃ何がここであの大事かっていうとやはり公務員試験で出てくる時事っていうのはやっぱり特徴があるんですね。でそういったところをあの新聞全部ではなくて 効果的にこのスマホでチェックすることができます。だから電車の中なんかでちょっとこう時々をチェックしてっていうことができるんですね。でそしてポイントも非常に明確に分かりやすいです。でさらにには模試が2回ついていて、それからデジタルホームルームっていうのがあの通信でやられてる方にも、まあ、最新の情報,情報であったり、さまざ、あ、まなフォローという形でねデジタルホームルーム3回つけております。 それから高卒生には、えー、担任相談制度というものがございますので、えー、各本校でですねレックの本校で、まあ、それぞれ先生に質問していただけるということも可能です。 それから一番最初にですね、まあ、実は開講式というものがついておりまして、えー、この開講式で、まあ、今日あの、まあ、概略をお話ししましたけれどももっともっと具体的に何をどうやって勉強していくのかレックのフォロー制度の使い方はどうしていくのかとかね、まあ、そういったことをまず最初にもお話ししています。さらに、えー、警視庁の本試験問題集もついていて警視庁のためのまあ国語ドリルなんかもこちらについております。 こういったの右な含めてですね、お値段20万5千円という形で、す、え、べ、ー、ての講座がウェブプラス音声ダウンロードがあのできるようになっておりますで。そして一番大事なのが最後のところですね。講、え、校、ー、生には回数無制限ということで、まあ、リアル面接シミュレーションというものをご用意しております。えー、このリアル面接シミュレーションとは何ぞやというところなんですけれども、えー、これはですね、 えー、充実した面接指導っていう、えー、じゃパンフレットの14ページ15ページちょっと見ていただきたいんですが、えー、私たち、まあ、私は講義講師なんですけれども、えー、私たち講師はですね やはり先ほどからちょっとちらちらお話をしているように、まあ、今までまあ先輩たちがですね、まあ、どういうことをやってどういうことを面接でお話ししてどういう作文を書いて合格してきたのかというその情報が、まあ、連綿とこうずっとこう持っているわけなんですね。でしかしながら私たちはまあ予備校の講師ですので、まあ、最終的に面接の最終チェックは元公務員の方たちにまあやっていただいているそれがまあリアル面接シミュレーションなんです。 でまずは面接ってそれぞれ皆さんがどうして警察官になりたいのかなぜ消防官になりたいのかというところから、まあ、死亡動機から始まっていくわけですけれどもこの辺は意外と皆さんスパーンと言える方が多いんですが半分ぐらいの方はちょっとねりねりねりみたいになっている方がいらっしゃいますかね。 えー、きっかけとして自分自身がちっちゃい時にこう迷子になってねあのお前さんに助けられて本当に自分自身もその前さんになりたいとか盗難にあったとか、まあ、いろんなそのきっかけがあって、えー、お前さんを目指している警察官になりたいというふうに思っている方多いと思うんですけれども、えー、そういった時にですねただきっかけをつらつら並べていても駄目なんですねそしてやっぱり端的にお話しできるか、えー、そこでこういったところでこういう警察官の方に、まあ、出会ってお話を聞いて。 で、そしてこうこうこう思ったって長いんですねそこを端的にパーンと必要なことだけをこう言えるようにまたは書けるようにということをまあ、面接のそのエントリーのシートのところで、えー、を仕上げていくためにまあ、担任相談なんかでこう徐々に一人一人のお話を聞きながら仕上げていくわけなんですねで、そしてさじゃあその出来上がったエントリーシートをもに えー、こちらに書いてある、まあ、リアル面接シミュレーションで、まあ、本番さながらの面接をしてみましょうということがあるんです。でそして、えー、リアル面接シミュレーションの実践編ということでは、えー、コース制についてはこちらは回数制限なしということなんですけれども、えー、まずあの他の予備校さんと違うのは一時合格する前からリアル面接シミュレーションが受けられますよということです。 それから面接官が元公務員の方たちっていうのも非常に大事なことだと思います。それからその模擬面接の時にはですね、まあ、iPad でこう皆さんがこう面接をしているところを取るんですけれども、それをご自身でも一緒にね公表の時に見ることができるんです。で最初皆さんね自分の姿がこんな情けなかったのかって思ってがっかりする方も多いんだけれども、やはりそういうのをねあの少しずつ積み重ねることで、まあ、皆さん良くなっていくんですね。 やっぱり動動いいいいいちちゃゃけないとういうふうに言われても動いちゃってももっっ自分でも、ね、多分でで多見たら分かるんですねやっぱりここであの自分の答えにくい質問が来た時にあ動揺がもう完全に顔出ちゃってるなとかねかそういうところをこうなくしていくどっしり落ち着いてどんなに圧迫されてもにあの答えにくい質問があっても動じないみたいなそういうのやっぱり訓練していることはとても大事でしょ。ということで高専、まあ、にはこのリアル面接シミュレーションが、まあ、一部混雑する時期があるんですけれども 回数無制限という形で回数制限なしという形でご提供させていただいてますただ本当に混んでくるとやっぱり月に1回2回という形になってきますので早め早めにね一次合格の前にの比較的空いてる時にどんどんリアル面接シミュレーションであの練習していただきたいなというふうに思います。それからお近くの方向で あの近くにレッグの本校がないとかいう方はウェブでもこういったリアル面接シミュレーションを受けいただけますからそういったその対象者はですねあのパソコンを通じてこうテレビカメラみたいなもので模擬面接をしていただきます。 えそんなんで大丈夫なんですかねと思う方もいると思うんだけど、えー、これどいいやはりかあのちょっとその直接対面してなくてもねやはりこう相手に質問されてそれに対してこう答えていくっていうのは、まあ、なかなかできない一人ではできない経験ですからこれもぜひあの皆さんあの遠いあの自分の住んでるところにレクがないという人はご活用いただきたいなというふうに思います。 そして、えー、消防官の方はですね、先ほど、えー、警察で、あのー、ご案内したようにですね、基本的には構成は一緒でさ、えー、開講式でどうやって勉強していくのかっていう話があり、数的処理は1,2,3のステップで本番の力をつけていくことができるんだ。で先ほど、県警や警視庁の場合には、このステップ2の、あの、数的処理のところで、 あのかなり得点ができるのではないかっていうお話をしましたけれども東京消防庁と、えー、自治体消防の方は確実にステップ3ままで行っっててくださいいいいいじゃないとなかななととかかか得点が上が上思いますでそのほかにですね消防のコースではこのちょっと円磁っぽい赤っぽいところが消防独自のコースになるんですけれど例えば東京消防庁の自然科学の特訓講座なんかもプラスアルファしてるんですね。でこれはなぜかというとう 検庁や効果公認を受ける人の,あの対策の緑のところにもねと共通しているあのこの緑の、えー、教養セレクトとそれから水色の教養マスター数的処理のプラクティスは検、えー、庁などを受ける人とも共通しているんですけれども東京消防庁の自然科学は検庁を受けるような人の、えー、地学や生物や科学や物理数学この自然科学よりちょっと範囲が異なっている部分があるんですね。 なので東京消防庁の人はえその自然科学を特訓しましょうというのもついていますそれから消防官演習であったり先ほど申し上げたように論作文は消防官独自のもので面接も消防官独自さらには消防の場合にはちょっとえ時事があの警察よりもちょっと難しめになっていきます。 なので消防官の時事白書ダイジェストということで本当に消防官警察官に合わせた形でそのレベルとか講座を、えー、組み立ててるんだでそれをですね、まあ、レックの特徴というふうにお考えいただきたいなというふうに思いますで特に皆さん、えー、合格者がレックを選んでいただいた理由というのは、まあ、正直ね引き対策はご自分でもできるわっていう人は多いと思うんですが ましかしながらやはり面接というのは一人では絶対できない。それからまあ警視庁なんかでは一回面接で打ってしまうとその後一時の筆記がずっとまあしばらく通らなくなるんですね。永遠にではないんですけれどもしばらく通らなくなってるっていうのが実態です。えー、そういう決まりがあるわけではないんですけれども。 したがってやはり面接っていうのはとっても当然のことながら大事なんですけれども、えー、合格者が皆さん口を揃えておっしゃっていただけるのはやっぱり面接指導が大変充実していたっていうことなんですねなのでやっぱり最終的に合格をあのー、とあのー 合格するためには筆記だけではなくてまあ、論文や面接もとても大事になってきますからまあ、ぜひ3拍子揃った、まあ、レッグのコース皆さんご自己いただきたいなというふうに思いますもうこれは情報戦ですね、えー、どうやって何が求められてどうやって行ったらいいのかっていう情報をぜひ、えー、皆さんそれが予備校を活用するメリットだというふうにお考えいただきたいと思います それでは最後に通学とそれから通信の話少ししていただきたいんですけれどもまずは通学からですねこちらのパンフレットの間に入っておりました警察官消防官の講座スケジュール,ュールと受講料のご案内という白い冊子をちょっと出していただきたいんですけれどもまずは 金額を大きくまあ,あの二つに分かれているっていうふうにあのお考えください、えー。通学をつけるかつけないかっていうことですね、えー。通学とそれから通信と何が違うのかって言ったらば、全ての講座にレックの場合ば、えー、ウェブとそれから音声ダウンロードがついております。えー、こちらの、えー、警察官消防官講座スケジュール受講料の、えー、4ページ目のところですね。 えー、ここでですね、えー、警察官合格コースのところを例にちょっとお話ししていきたいんですけれども、えー、まずはこの通信ウェブとそれから音声ダウンロードは全ての講座についております。でそれプラスレックの本校に通って、えー、通学を受けていきたいんだ、えー、こういう方のお値段が、はい、ちょっと右見ていただきたいんですけれども。 一般科学ですと、納入金額が21万5千円になります。で、そして、レクと提携している代理店、まあ、特に大学生の場合には、えー、大学生協さんなんかを通じてお申し込みいただく場合には、えー、20万5千円になります。で、さらにですね、えっ、ー、と、こういった、あの、2ページ目、3ページ目のところに、まあ、たくさんのその説明会をちょっとご用意してるんですが、 あのまあ、大変恐縮なんですけれども今私があのお話ししていることと同じビデオがかかりますあのビデオの場合にはねで、えー、その場合にはですねただし、えー、これにご参加していただきますと、えー、1万円の割引チケットっていうものをお渡しすることができますなのでさらに1万円が割引になりますからただ単になんとなくあの申し込むっていうよりは 1>, 1回お近くのレック本校のこういったそのビデオガイダンスにご参加いただいてこの割引チケットをもらってからお申し込みいただくのがまちばお安くなるかと思います。そしてですね、通信だけでお申し込みをしようという人は一般価格ですと20万5000円なんですが先ほど申し上げたように代理店通じてお申し込みだと19万5千円になります。 そして先ほど申し上げた、えー、ビデオガイダンスに参加していただくとここからさらに1万円を引,いてあの引くことができるということになるんですね。えー、これが、えー、まずはあの見方です。そして通学をつける場合なんですけれども、えー、通学をつける場合は、えー、もし通学ありを申し込みいただいた方はですね、例えば関東の方でしたら池袋の、えー、教養マスターと教養セレクトの 講座がこちらのスケジュールが出ております。そして新宿エルタ本校の方も教養マスター、教養セレクトの講座のスケジュールが出ております。これは教養マスターと教養セレクトの方は県庁や国家公務員を受ける人と合流になります。 ですからその前に数的処理に関しては基礎ステップっていうんですかねステップ1ステップ2を踏んでおいていただきたいんですねそれはスマホで Web 講座を見ていただいて自分でやっていただくと自分で進めていただけておくとよろしいですやはりですね通学のメリットは何かっていうところなんですけれども通学のメリットっていうとやはりですねいろんな方が教室で勉強されていますので ななんて言うんてうですすかねねやっぱり刺激になります、ね、皆さんあのやっぱりみんな頑張ってるんだから自分も頑張らなくちゃっていうそういう気持ちになるそれから学校の帰りに今本校にお通いになられてこうペースがこう安定してできる勉強のペースがこう安定するっていうのはいいですね。でただ えやっぱり部活がまだまだ忙しいとかサークルが忙しいアルバイトが忙しいまたお働きになってるっていう方は、えー、通信だけでもまあ十分にフォローシステムっていうものがございます質問したいなって思った時には教えてチューター制度っていうものがございますので、えー、通信だけでも全然心配はないんですけれどもただまあ通学をしていただけますとその勉強の,そのまずはスケジュールっていうのかな確実にこう勉強する時間っていうものがまあ取れると。 それからもう一つはやはり、えー、みんなな周りが頑張っているるので刺激になると思います、えー、特にデックの自習,、えー、自習室をお使いになられるとですね、まあ、いろんなその資格試験を勉強されてる方や国家公務員を目指している方検、えー、察や消防を目指している方ばっかりじゃないたくさんの人たちがもうぐわーっと勉強してるのであのよく聞くんですけれども自分も負けないであの人が席立つまで自分も絶対席立たないで頑張るぞみたいな形で頑張るらしいんですね。 えー、そういったところはもう本当に皆さん警察官消防官の方は、まあ、体育会系でピシッと肝も据わってるので根性を出してこう勉強時間しっかりとっていただいている方が多いですなのでその通学のメリットっていうものがもちろんあるんですけれども、えー、その中で例えば通学を申し込みいただくと、えー、この,あの白いスケジュール冊子に出ている通学のスケジュールは、まあ、どれも 出放題にになってるってていいるううふうに思ってくださいあらかじめ例えばね池袋本校でお申し込みいただいても新宿エルタワーの講義に直接その時間にお教室に行っていただいてあの教材はすべてレックの場合はご自宅に発送あの郵送でお届けいたしますのでご自宅に届いた共通テキストっていうものを使って講義が進んでいくのでその共通テキスト K マスターっていうものを持って どの校舎に行っていただいても構わないですその始まってる時間の前までにお教室に行って座っていただいていれば予約なしにいろんな本校の講座がお受けいただくことになりますお受けいただくことができません教材が共通テキストというのもマレックの場合は大変大きいかなどこの本校に行ってもスムーズに勉強ができるでは学校の帰りにエルタバーによって お休みの日はご自宅の近くの池袋でとかねそういう形で本校をお選びいただくことができますでつまりこの通学プラスウェブ音声ダウンロードっていうのは通学のフリーパスをもらったもんだもらったようなものなんだっていうふうに思ってくださいねでしたがってどこの本校のどこの講義に例えば全部出なきゃいけないというわけでもなく火曜日だけ新宿エルタワーで生講義受けようとかねそういう受け方ももう自由自在でさ これは皆さんあのカスタマイズしていただいてもいいですしえカスタマイズするのがめんどくさい人はもうエルタワー本校って決めたらば、まあ、そこでスケジュール通りに通っていただくっていう形にしていただいてもいいです、まあ、どのような形でもえ通学についてはご利用いただけるかなっていうところですねでそれから先ほどえ通信だけだと心配かなっていうふうに思われるかもしれないんですけれどもレックには通信でも えー、パンフレットの17ページになるんですけれども「えー、オンラインスタディ SP」というものを使って、えー、講義をしているんですがその中に教えてチューター制度っていうものがあるんですねでここでチャットではないんですけれども、えー、この下のような形でこうちょっと入力していただくフォームがございます。 で質問によるんですけれども簡単な質問だったらすぐにお返し、まあ、すぐって言ってもやっぱり1日ぐらいはちょっとお時間いただいてますがあのでお返しできるものもあればちょっとお時間取らせていただいてこう調べたりいろいろなこう確認をしてからお返しするような場合には大体3日とか1週間。あの ととてもあのちょっとどうしようかみたいにこう社内で検討するようなことが必要になってくると1週間とかねちょっとあるんですけれども原則もう3日以内に返しましょうという形で進んでおりますのでもう本当にねパジャマのままぺらぺらぺらっと入力しておいていただければあのあのそのまま返事を待てばいいお忙しい人も通信だけでも十分この、えー、質問なんかはしていただけると思います。 それから通信でご受講の方も担任制度なんですがどこの本校に行っていただいても担任制度をご利用していただくことはできません。なので自分がお申し込みいただいたね校舎だけで担任を使うのかって言ったらそうではなくてですねどこの校舎に行っても担任相談を受けいただくことができますからそれも通信の方もどんどん担任制度をご利用ください。 まあその他にその担任がですね、ホームルームなんかもやったりしますから、えー、そしてその担任のホームルームなんかにも積極的に通信受講生の方も出てきていただいて、情報をゲットしていただくとよろしいと思います。えー、本当にたくさんのフォロー制度がレックにはございまして、えー、そういったそのフォロー制度を皆さん、本当に存分に活用してですね、えー、合格を勝ち取ってるんだ。 えつまり、えー、その筆記だけではなくて、まあ、面接や論文を含めて添削も含めて、まあ、担任制度で教えて中ー,ター充実しておりますので是非、まあ、皆さんが警察官になりたい消防官になりたいというその熱い思いをですね是非一緒にまあ実現していきましょう、えー、それでは本日の警察官消防官になろう皆さんのその熱い気持ちを ぜひ私たちレイクでアシストしていきたいっていうふうに思っておりますのでご検討いただければと思います。皆さん一緒に頑張っていきましょうね